チョイス。地球温暖化対策のために今できる賢い選択。エアロールフューチャーピー 77.7FM。クールチョイスラジオ。クールチョイスラジオ。FM チャッピー、イルマケーブルテレビの篠田恵子です。この番組では、地球温暖化対策のために、そして快適な暮らしにもつながる賢い選択、クールチョイスをテーマに様々な情報をお届けします。今回も3人で番組を進めます。まずは、市民パーソナリティの由美子ちゃん。はい。イルマ市立野田中学校3年生の橋場由美子です。先週に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてコメンテーターの川名さん。はい、入間市環境アドバイザー、環境に優しいコーヒー講座をやっています。川名千鶴子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて、今月のテーマは、省エネ機器への買い替えなんです。お家の中の家電を買い替えましょうっていう話を先週しました。由美子ちゃん、それはなぜでしたっけ？はい、確か、技術が日々更新されているように進んでいるから、新しい技術の製品を買うことによって、エコになる。でしたっけ？そうです。で、お家の中で一番電気を使っているのは何でしたっけ？川名さん。はい、冷蔵庫です。はい、冷蔵庫。壊れないとなかなか大きいし、買えないですよね。で、やっぱり壊れないから買えないというのが、昔の私たちの、ね、川名さん、私たち世代だとやっぱりもったいないっていう、そういう気持ちで、なかなか買えずにいるものなんですけれども、今はエコのために、地球温暖化対策のために、さらに言うと、CO2 削減のためには家電製品を変えていきましょうというお話でした。まあ、前回は、冷蔵庫でしたので、今回は、エアコンスポットを当てたいと思います。川名さんはお家の中で一番エアコンが電気を食ってるんじゃないかっていうふうに言ってましたもんね。そうですね。予想しました。はい、このエアコン、由美子ちゃんはお家でどういうふうに使ってますか？私は設定温度を28度前後にして、あとは寝るときと、暑くて耐えられないときに使用しているのと、あとは夜とかの涼しくなってきた時間帯には切るようにしています。なるほど。賢く使ってますね。川名さんや私の世代だとね、昔はなるべくエアコンをかけずに扇風機でなんて言った時代もありましたよね。そうですね。でも近頃はですね、うちにも高齢者がおりますので、なるべくつけなさいって言ってですね、まあその時に応じてつけるようにしております。そうなんですよ。もう今年の夏、まあ、ここ数年はエアコンをつけないと熱中症が心配ですもんね。で、ここで私からの提案です。エアコンも省エネが進んでいますので、やっぱり毎日使うもの、冬もそうだし、夏もそうです。毎日使うものは省エネが、性能が高いものを選んでほしいんです。10年前と比べて、電力量がどれぐらい削減されているのか、まあ、冷蔵庫ほどではないんですけれども、由美子ちゃん、どれぐらいだかわかりますか？確か冷蔵庫が 47% くらいだったので、はい、20% くらいです、ね。なるほど。20% くらい行きたいところなんですけれども、エアコンは 7% なんです。でも、この 7% でもかなり大きな削減になると思います。何もしないよりもやっぱり積み重ねですからね。特に夏、冬はエアコンの消費電力が大きいのでかなり節約できると思います。で、もしも買い替えたらどれぐらい節約できるか具体的に知りたくないですか？気になります。ね。便利なサイトがあるんですよ。省エネ製品買い替えナビゲーション、新旧さんというサイトがあって、今使っている機種と買い替える機種の型番を入れると、いくらぐらい電気代が安くなるのか、どれぐらい CO2 の排出を抑えられるのか、そして、それが杉の木の CO2 吸収量が
何本分なのか、こんなところまで数字で出てきますので、ぜひ買い替えの時にはこの新旧さんというサイトを見て比べてみてください。じゃあいざ買い替えようといった時の省エネ家電の買い替え、エアコンの上手な選び方を私からアドバイスします。エアコンを買う時に、川名さん、家電屋さんに行くと、はい、大体こう10畳用とか書いてありますよね。そうですね。ね、お部屋の、うん、お部屋の大きさだとか、ライフスタイル、家族の人数に合わせて大きさを選んでいただくっていうことがポイントなんですけれども、私ね、ここに注目してほしいんです。どこですか？10畳用と書いてあるのに、暖房は8から10畳、冷房は8から12畳って、意外とこう、分かりづらいっていうんですかね。この8畳だったらどうするのかな、10畳だったらどうするのかな、なんていうふうに思いますけれども、実はこの何畳用というのには意味がありまして、例えば暖房だと、木造南向き和室の場合は暖房は8畳とか、冷房の場合は鉄筋アパート南向きの洋室の場合は冷房12畳であるとか、この単に10畳用ということだけではなく、お家がどのような形なのかっていうところも加味すると選びやすくなると思います。それから長く使うお部屋には特に省エネの製品がおすすめなんですけれども、リビング、寝室、子供部屋など、エアコンの使用頻度が高いお部屋は省エネ効果も高いですから、ぜひお家の中で何台かエアコンがあると思うんですけれども、長く使うお部屋には省エネ家電のエアコンを選んでみてください。それからエアコンを使うときにエコになる使い方ってあるんですけれども、何か川名さんは気をつけていることってありますか？エコなエアコンの使い方。はい、そうですね、私はですね、こまめにフィルターをこうちょっと開けると自分でも掃除できますので、そうですね、2週間に1遍ぐらいはこう卓上の小さい掃除機で外して吸い取るようにしています。そうそう、なんかいいみたい。素晴らしい、大正解です。あ、よかった。ゆみこちゃんは、はい、何かやっていること、エコな使い方はこれかなっていうようなことあります？扇風機と一緒に使うことで空気の冷たい冷気の循環になるかなと思います。二人とも大正解。さすがこの番組のパーソナリティですね。ありがとうございます。こんな風に使うと快適です。扇風機を上手に使って空気を循環させます。特に夏はね、この冷たい冷気をいろいろなところに回してあげてください。それから川名さんがおっしゃっていた通り、フィルターの掃除、私はね、1ヶ月に1回ぐらいでいいのかななんて思ってたんですけど、川名さんがおっしゃる通り、2週間に一度はフィルターを変えてください。それから風向きを上手に調整しましょう。風向き板は暖房では下向き、そして冷房では水平にすることをお勧めします。そしてタイマーを上手に使って無駄を防ぐ。使わないときはゆみこちゃんも切るって言ってたよね。はい。はい。タイマーを上手に使うと賢い使い方です。それから今夏はすごく日差しが強いですよね。カーテンで窓からの熱の出入りを防いでください。また夏場は家に帰ったらまず窓を開ける。いきなりエアコンをつけたくなりますけれども、まずは窓を開けて熱気を逃がして換気をしてから冷房をすると良いと思います。こういった賢い使い方をして、さらにはエアコンを省エネ家電に買い替えて、皆さんも CO2 削減にぜひご協力ください。今日のお話はどうでしたか、ゆみこちゃん。いろいろなやっぱり機種がある中で、エアコンの省エネにする工夫だったりとか、やつをこううまくその部屋に合った種類とそのエコな使い方を組み合わせて、よりこう地球環境に優しい使い方をしていけたらなと思いました。川名さんはいかがでしたか？そうですね。今のお家は前私が住んでいた時よりもお家そのものが随分考えるとエコになってるんだなと思いましたけれども、1階と2階でもだいぶこの温度の調節が違うので、そんなところも注意しながら
この暖房の計画を立ててですね、やっていったらいいのかなと思いました。省エネ家電を選ぶこと、はい、それがクールチョイスです。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。市民パーソナリティの橋場由美子ちゃん、そして環境アドバイザーコメンテーターの川名千鶴子さんでした。クールチョイス、地球温暖化対策のために今できる賢い選択。クールチョイスラジオ。